家計調査用の家計簿。対象世帯に配布され、記入の後回収される。家計調査は、総務省が行っている指定統計。日本国内の家計の支出を通じて、個人消費を捉えることができる統計。2002年からは、貯蓄、負債についても調査されるようになっており、調査結果は、家計収支編と貯蓄、負債編に分けて発表されている。以下では、 家計調査の概要を述べる。以上は、総務省家計調査の概要よりは薄い。詳細は、同リンクを参照。また、変遷については、家計調査の遠隔も参照。個人消費を供給、販売側から見ることのできる統計はいくつかあるものの、需要、消費者側から見ることのできる統計は、 本統計のみであり、また項目も細かいため分析でも使いやすく、消費をめぐる各種分析で広く使用される。国民経済計算の推計を行う上での基礎資料ともなっている。家計調査の収入には、毎月の給与である勤め先収入などの実収入だけでなく、預貯金の引き出しや借入金などの実収入以外の収入が含まれている。 前月末の手元残金である繰越金を合わせたものが家計調査では収入と呼ばれている。日常生活で収入と言われているのは家計調査の実収入の部分である。支出側は食料品や衣料品の購入、家賃の支払いなどの消費支出と税や社会保険料の支払いなどの非消費支出を合わせた実支出と預貯金、保険金の支払いなどの 実支出以外の支出、それに月末の残金である繰越金に区分されている。本統計をめぐる問題点についてそのうちのいくつかを述べる。ありがとうございます。